国道53号起点岡山県岡山市北区大雲寺交差点国道53号終点鳥取県鳥取市鳥取県庁鳥取県警察本部交差点国道53号は岡山県岡山市北区から鳥取県鳥取市に至る一般国道である中国地方の瀬戸内海側地域である山陽と日本海側地域である山陰を結ぶ引用連絡路線の一つ 岡山、鳥取両県庁所在地間を結ぶ、一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過地は次の通り。岡山県では岡山市北区津山市のうち、後日の岡山北バイパス以北は、ほとんどの区間で追い越し禁止、片側1車線の対面通行となっている。岡山市街から津山市街に至る、 大部分が地域高規格道路の計画路線として、空港津山道路の一部に、候補路線として、岡山空港道路の一部に指定されており、路線の高規格化が予定されている。鳥取県では通行料無料の鳥取自動車道や、鳥取環状道路と並行し、これらの高規格道路の受け皿道路の役割を担う。備前、美摩坂53時触れ合い街道の、 標識岡山県久米郡三崎町、原田岡山県岡山北バイパス、岡山県岡山市北区支部岡山県鳥取県、岡山県鳥取県国道179号、国道429号との重複岡山県、津山市川辺岡山県道の駅主な、橋梁岡山県鳥取県トンネル、岡山県岡山県、鳥取県鳥取県岡山県久米郡久米南町、 国道180号への分岐岡山県、岡山市北区方館長岡山県鳥取県、岡山県鳥取県岡山県鳥取県岡山県、鳥取県岡山県鳥取県、鳥取県、岡山県、鳥取県、県、県、ありがとうございます。